マウピアイルック、マウピアイルックは、ミクロネシア連邦のヤップ州に属するサタワル島の住民で、ワリエング流の広報誌である。マウは、勇敢なという意味の通称である。サタワル島が含まれる、カロリン諸島各地に古代から伝わる、推測広報術の達人の一人として知られ、オセアニア各地に弟子、孫弟子が多数存在している。1976年に、 アメリカ合衆国建国200周年記念事業の一環として行われた、航海カヌー、ホクレアによるハエタヒチカン往復航海に参加し、近代的広報器具を一切使用せずに、船をタヒチまで導くことに成功した。しかしこの航海中に発生した乗組員の内紛を嫌い、袋の航海には参加せずに、サタワル島へと戻った。1979年、 ポリネシア公開協会のナイノア・トンプソンの求めに答えて再度ハワイを訪れ、それまで部外者には決して教えられることのなかったサタワル島の広報術をナイノア・トンプソンに伝授する。1980年には再びホクレアに乗り、ナイノア・トンプソンの貢献としてハワイ・タヒチ間往復公開に参加する。1985年にはサンドホクレアに乗り、ハワイからタヒチまでの公開に参加。 翌年には、ホクレアのラトロン型地冠公開、サモアイトゥダキ関公開にも参加している。1994年には、日本の NPO、アルバトロスクラブに協力し、ヤップ島で建造した公開カヌーでパラオまで行って、そこで石化を作り、ヤップ島に持ち帰る公開実験の広報士を務める。この他にも公開カヌーによる数多くの遠洋公開を行う傍ら、 後進の広報誌の育成にも尽力し、ハワイではパパマウと呼ばれて尊敬を集めている。ハワイでは彼の功績に報いるため、2000年より彼のための航海カヌー、アリンガの枚数を建造しており、2006年12月16日には浸水式を迎えた。この船の建造に際してはハワイのみならず、 ニュージーランドやミクロネシア連邦、日本など様々な土地からも支援が寄せられている。アリンガのマイスは2007年1月6日に、ホクレアと共にカワイハエを出港し、サタワル島を目指す予定である。2005年にユネスコが発表した CD ロムザカヌーイズザ・ピープルの監修を務めたほか、NHK が制作したドキュメンタリー、地球に好奇心。 イギリスで制作されたドキュメンタリーコマンディングシーアメリカ合衆国で制作されたドキュメンタリーザラストナビゲーターにも取り上げられている。カロリーン諸島では基礎的な広報技術は全ての男性に伝授されるが、その中でも特に修行を積み、一通り必要な知識を身につけたと認められると、ポーと呼ばれるイニシエーションを受ける。このイニシエーションは通常数名が 同時に受けるので、候補者が1名の場合はその候補者が十分な知識を獲得していても行われない。ポーのイニシエーションを経た者は、一人前の候補士とみなされ、パルーパルー、パリワと呼ばれる。これは候補士としての最低限の資格であり、言ってみれば、プロの運転手にとっての運転免許証のようなものである。ピアイルックは15歳でパルーとなったと言われている。また同じく、 サタワル島出身の広報誌、ジーザス・ユルピーや、ブルワット干渉のラプイラと共に、ポーの儀式を現代に復活させた人物の一人でも、ある。俗に、スターナビゲーションと呼ばれるが、実際には、天体観測以外にも、波浪や、生物症、風、匂いなど様々な要素を観察して、現在位置と進行方向を判断する技術であり、学術論文では、 推測広報あるいは伝統的広報術と呼ばれることが多い。あるいは単に広報術、ナビとも。マスターナビゲーターマウピアラグディエスアーカイブド2010年7月23日、アットウェブサイト。ありがとうございます。